イエーイ、ということで、こんばんは。こんばんは。というわけで、第5回池田ミノロックのそんな感じで、いかがなもんでしょうでしょうか。お願いしますよ。お願いしますか。前回を言ったんですけど、言えてなかった。なるほど。なんだっけって。なんだっけ。そんな感じでお願いします。第5回ということでね。はい、というわけで今日のゲストはですね、まずは、フリーライター、そしてスーパーゲーマーと鉄拳プレイヤーとして有名なハメコくんでーす。まあ、今日はあのガヤ的にハメコくんがも組んでいるロックバンド最速風神拳のギターのミヤくんと佐藤さんがいらっしゃいます。拍手。まあ、そんな感じで今日はまあハメコさんとね、話を進めていこう。よろしくお願いします。ということでね、いやハメコさんガヤ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 、そうですね。でハメコくんってアルカディアとか読んでる人は、はい、あ読んでた人はね、まあ、知ってるプレ有名プレイヤーの人なんです、まあ、鉄拳プレイヤーなんだけど、まあ、今はいわゆるライター業務をやってらっしゃる。そうですね。どこに勤めてるの。勤めてるとかないですね。ずっとフリー。フリーでやってる感じ。アルカリアでやった時もフリーで。あ、フリーだ。最初からフリー。最初からフリーです。最初からフリー。一貫してずっと、まあ、個人事業主ということで。なるほどね。もともと八王子のゲーセン勢として。そうですね。まあ、地元が高尾なので。で、まあ、その八王子でゲームです。界隈で、まあ、対戦ゲームで、はい、まあ、その腕前がまあ非常にこう有名になったみたいな感じの。うん、まあ、そんな感じになる。広まり方がね。ちょっと細かい話からしていこうかなと思ってるんだけど、あれ今年ハメコくんいくつになったの。今年でですね、33。若い若い若い。親父はもう消えろ。若いねー。いやいやいや、全然若いですよ。もうだってゲーム業界おっさんばっかりじゃないですか。おっさん見てんじゃねえよこれやろという感じなんで、はい、で33だとちょうどスト2世代的な感じ。その多分まあそのいわゆる昭和80、昭和62年、はい、世代、まあ、1981年生まれのゲーマーって、うん、多分そのどっちかっていうとスーパーファミコン版スト2世代なんですよ。おお、なるほど。スーパーファミコン版のスト2をやっぱりそのみんな買って、なるほど、そこから格ゲー始めて、うん、いつ出たの。何ですか。何歳の時にスト2やったの。何歳ぐらいですか。小学6年生ぐらいですね。ゲーム一番興味あるゲームが一番好きな時に出た、ゲームがスト2であると。これが一つ、うん、そうだね、スーパープレイヤーを呼び込む生まれる土壌が、そう言ったら梅原チビタもないですし、うんうん、ああそうかそうか、あの世代だ。そうそうそう、まさに、まあ、バーチャといえばチビタ、まあ、あのカプコン系だったら梅原くん、うん、まあ、鉄拳系だったらハメコくんみたいな感じで、まあ、そのあたりの世代っていうのは、まあ、今活躍してる人ってかなり、ああ、だからやっぱ土壌が違うんだね、うん、俺らと。やっぱ俺らはやっぱこうパックマンとかゼビウスとか入って、うんうん、おっさんの話申し訳ないんですけど、そういうの入っちゃってて、おっさん見てると思えない。そうそう、それでほら、の方がだんだんこうゲームやっていく中でスト2おーってなった感じなのね。俺が高校1年か2年の時にスト2出たんで、うんうん、でも小6から ね対戦やってるっていうのはまたね、全然俺らと、だからゲームセンターっていうよりもやっぱりそこから始まって、で当時はまあ、スト2がスーパーで置いてあって、なるほど、置いてあったり、スーパーストツ、いわゆるスーパーの前にあるストツ、スーパーストリートファイター、自分もその本屋、行きつけの本屋の軒先にあったんで、うん、ああ、梅も同じです。あ、出身は高尾ね。八王子、高尾の本屋さんの前にあったんですよ、ね、うん、で。そこからお、なんか、かっこいいゲームが覚えてる。なんだこれはと。面白そうだなって。ゲーム初体験。ゲーム初体験は、で、うちはすごく親が、若いんですよ。おで、だからうちの親がもうファミコンリアルタイム世代なんですよね。ああ、なるほどなるほど。なんで、自分がもう子供の時に家にファミコンがありのあったんですよ。だからゲームとはもうかなり早い頃に、うん、ああ、じゃあそういう意味ではスト2から始めたっていうよりも、まあ自然な形で、まあ、そうですね、ゲーム自体は家にあってみたいな、まあ、そうではいたんですけど、うん、ゲームっていうのに真面目にというか真剣に取り組むようになったのはやっぱりそのスーパーファミコンは一つ出てから、うん、もう何しガチで小6からゲーセン買い始めちゃった感じ。いや、その時はやっぱりまだそのお金もあんまりないので、うん、家で妹がいるんですけど、うん、妹と、うん、あ、対戦すごい対戦してます。マジで。で、最初は俺結構自分の中でその子供の頃からゲームは結構得意、あ、俺結構自覚してた分はずだという感じでやってたんですよ、はいはい、で、新しいこの格闘ゲーム、対戦ゲームっていうのを始めて、うん、俺強いはずだ
うん、ということで始めたんですけど、うん、あのまあ、妹は4つ下なんで、まあ、その時まで小学2年生ぐらいなんですよね、うん、でそのまあ、女の子だから、うん、ストリートライターちょっと遊ぼうってなった時に、うん、準備使うじゃないですか、うん、でスーパーミコンのパッドって LR がこう、ね、あって、うん、ファミコンやった人からすると LR はすごい押しにくかったんですよね、うん、当時はこれね、うん、周りにあるってあります、ね、子供の部屋みたいな LR がガキの頃は押しにくくて、でまあ妹なんか特に若いから、うん、子供だから絶対ここに指いかないですよ、はいはいはい、こういう風にやるじゃないですか、うん、で、あの、まあ、何の因果かわかんないんですけど、チュンリーでその子供が一番押しやすいボタンって、持って一番押しやすいボタンって X ボタンなんですよ。ほう、X ボタン、中盤。妹が前を入れっぱなしにして、X ボタンを連打してるんですよ。ああ中盤だけ見てくれて、妹にみたいな10連敗して、10連敗して、俺マジ切れたなんだお前はと格ゲーやるわっどうやってんだったそこから結構しなきゃいけない取り組み始めたっていうのは結構なるほど、こうやってその対戦ゲームで負ける悔しさっていうのを味わったんですよ、はいはい、なるほどねもうこのゲーム自信やったのにだったはずなのに妹にボコられたっつってなんでやねんで、まあそこからそのゲームセンターというかその、うん、スーパーの軒先から始めゲームセンターにちょっとずつ通うようになったのが中学1年生ぐらい中1、はい、なるほどね。八王子とか高尾の周りだと店名を言うとどんな、まあ今もないのかもしれないですけど、はい、店名を言うとですね、そのうちからそのチャリで行ける距離に西八王子、うん、八王子高尾西八八王子っていうなんですけど、うんうん、西八王子にチェリーチェリーゲームセンターがあったんですよ、うん、西八王子チェリーっていう店で、うん、まあよくあるその狭い、うん、まあその個人経営的なゲームセンターで、まあ、そこがその近いっていうんで、まあ、そのかなり中学時代に行ってまして、うん、で、まあ、自然とそこでまあその妹にやられた経験を生かしながら、あの対戦ゲームを勉強し、うん、そのちょっとずつ上手くなっていったおかげで結構勝てるように。ああ、もうその頃から対戦台は普通に動いてた。そうですね、その当時はもう対戦、うん、全部対戦台でした。うん、なるほどね。じゃあもう中1から、まあ、少ない小遣いの中 で、 そうです、ね、どんどん対戦を中1、中2ぐらいでかなりそのゲームセンターに、まあ、どっぷりどっぷりハマったという感じですね。なるほどね、うん、そのちょうどそのくらいにそのゲームセンターの店員さんとか、うん、そのゲームセンターの他の、ああ自分より年上の常連悪い大人たち常連さんが、そうね、その結構よくしてくる。そうなんだよね、あのこういう人たちはみんなあの悪い大人との出会いがあの全てが君ゲームうまいねと、ゲームうまいねと、ゲームうまいねと、はいはい、ってことで。なるほど、まあ、やるよ、まあ、可愛がってもらって、でそこで、まあ、ある男と、ある男やった、どんな男ですかそういつの名前はエアガイつかめ、エアガイつかめそこでついにエアガイつかめと出会うわけですね。ちょうど多分中2だったかなと思う。なるほど。え、スト2で対戦してたの？え、あのその頃はもう違う。その頃はですね、ちょうどバンパイアハートセイバーがちょっと出る前とか出たぐらいになる。96、7年のかな。うん、そうですね、6、7年かな。なるほどね。なるのかな。なんか対戦台の向こう側になんか強いやつがいるぞと。なんかそこのゲームセンターは結構アットホームというか、うん、店員さんが結構、うん、常連の人に話しかけるタイプで、うん、なるほど、まあ、バイトの人だったんですけど、まあ、その人がなんかその結構つないでくれるっていうか、この人もそうゲームうまいから、うんうん、見てみたいなって感じで、あー、なるほどね、その常連さんとつないでくれて、なるほどね、そこでゴローと出会ったわけなんだ。はい、青木あいつ見てねえよな、大丈夫だよ。そうですね。あ、じゃあ、そうですね。では出会ったというか、まあその、まあ、よくいるゲームの上手い高校生、その当時僕中2になったんですけど、うん、その西八里に結構ゲームの上手い高校生が何人かいたんじゃないですか。うん、で、コミュニティ的にはその西八里やっぱ八王子の方が強いっていうか、あ、まあまあ人数も多いし、感じではあったんですけど、うん、どうやらその自分も基本西八なんですけど、たまになんかその日曜日とかは八王子の方が人が多いから行くように、うんうん、ああなるほどね、土日はちょっと遠征じゃないけど、うん、一駅向こうへ八王子でやっても、その西八にいた高校生たち結構勝ってるの見るんですよ、ね、おお、なんかそのまあその野外カフェもそうですけど、うん、あとまあその闘撃準優勝したバンパイアセーバーの、うん、あ、徹也、そうです、ああ徹也くんね、はい、徹也って知り合いなんですか？あ、僕のうちの会社のホームページ徹也くんなんですけど
そうだから俺って不思議な人生で、はい、その八王子なんか行ったこともないのに、はい、まあ、ハメコ君もそうだし行ったこともない、ハメコ君もそうだし野外使うもそうだし、はい、哲也もそうだし、だから八王子勢と縁のある。ちなみにその3人は全員西八王子チェリーの元常連です。あ、そうなんだ。というか同じ名選出身です。あ、そうなんだ。哲也見てるか。見てるわけねえよな。見てるわけねえよな。でもあのほら、ヘビメタルライデンのホームページも哲也が作ってるから、だから一緒に対バンやるっていう事実は知ってるはずなんですよ。そうかもしれない。知ってるんじゃないですかね。え、そうだ。だってあいつに全部テキスト投げて作ってもらってるわけだから。マジかって思ってるかもしれない。えって思ってるかもしれないね。なるほどね。いや、そうなんですよ。はあ、ここで縁がつながるという。そので、その時はヴァンパイアセーバーと鉄拳3が結構同時に流行ってて、もうそうですね、流行っていて、で自分もともと結構 2D の方がメインというか。あ、そうなんだ。バーチャファイターの、その、まあ、前回あった東京ヘッド、うん、あのぐらいの時代を外で見て、それに影響を結構受けて育った世代なんで。なるほど。バーチャファイターはやっぱちょっとその上手い人が多いから、あの儲かんないなと。あ、儲かんないな。金にならんな。子供のゲーマー的に、てめえが使ってたの。子供のゲーマー的には50円で何時間遊べるか。ああ、まあそこは重要ですよね。すごい重要で。カモは何人捕まるか。カモが何人捕まるか。その当時の SNK のゲームはもうね、本当に安いゲーム。うん、めっちゃ儲かるゲーム。行きたくない。危ない。この間キムが行ったんですけど、その96年 KOF96 当時、まあ、その時はちょうどもうその西八王子結構うろちょろしてる時代で、で、まあ笛吠ってあるじゃないですか、だからその、まあ、ガキが18時はなんか帰ってくれという話になるんですけど、まあ、その商売の兼ね合いもあって、八王子って八王子祭りっていうのが年に1回、すごい大きな、すごい出店とかもいっぱい出て、その時、その日だけは風営法を無視されるんですよ。いいよみたいな。警察も黙認する。ブレコだと。おお、面白い。お金を持った、小遣いをたらふく溜め込んだガキがゲーセンに来るんで、あ、じゃんじゃん使ってみたいな。で、その多分当然その祭りって地域の人からお金を取ってやっているので、それは警察も、ああ、なるほどね。そのゲームセンター、まあ、その八王子トマトとかも、のれん出してたんで、お金払ってたと思って、でそういうのもあって、その日は、その上方関係なく、まあ、ガキも言いたかったらどうぞみたいな、追い出されなかったんですよ。なるほどね。これは熱いっていうことで。で、しかもちょうどその八王子祭りの日が、KOF96 が稼働してから多分1週間ぐらいしかだったんですよ。もう狩りに行くぞって。狩りに行くぞと。もうずっとギースでジャンプダイパンやったりとか、もう気合い試して、気合い試して、ガキだったんで早いんですよ、見つけるのが。うん、早い。くず風は見つかって、くず風は見つかって、見つかったんですけど、ジジイが寝っぱなしになってるとか、そういうところはまだたどり着いてない。たどり着いてない。なるほどね。ギースの、まあこれでこれで、今日パンチちょっと、18時ぐらいから始めて、60連勝ぐらい。おお、なんだあいつ。で、10時ぐらいになったんですよ。はい。そしたら、若い店員が俺のところに歩いてきて、周り絶対俺と同じぐらいのガキいるんですよ。うん、お前そろそろ学生だから帰ってつって言われて、え？俺だけ？俺だけ？俺だけに。俺だけに。俺迷惑だったみたいな感じで。俺苗と帰りました、ね。苗って、ああ、なるほどね。多分その店員は多分その18時から入ってて、それ以前の時に俺負けてるんじゃない？ああ、なるほどね。イラッとしてたね。あいつまだ座ってんのか。まだはめてんだ、あいつだいぶ。まあ、それでハメコって名前だったんですか。だからそれは結構あるんです。そういう話も結構あります、ね。もうちょっと後。もうちょっと後。そんな感じで、なるほどね。それなりに結構八王子界隈では勝てていたんですけど、その西八王子チェリーでは、まあ結構そのいい勝負っていうか、かなり負ける、俺のお金吸い取るやつ。まあそれがその哲也グループと、まあ、ライジン。ライジンで青木。なるほどね。怖いお兄ちゃんとかいない。いなかった。いないんだ。だってそのゲームセンターには結構治安がいい。あんまり覚えてないかもしれないですね。ただそのガキがずっとはめてたら切れる兄ちゃんって絶対いるじゃないですか。いますね。ただやっぱりそこはやっぱりその店員さんたちの仲が良かったので結構守られてた。守られてたのかもしれないね。まあ一つ問題があるとすれば、その早番の子が、あ、じゃあおそばの子がまあそうイラッとしてたっていうことだと思う。そうだね。そうですね。それで、まあその時は結構セーバーを、むしろその鉄拳はなんか面白そうなゲームがあるなって、プレイステーションを買ってたんで、1とか2は結構やってたけど、対戦とかはしてなくて、あ、新しいのが出たんだ、画面切りになったねぐらいの感じだったんですよ。でもそのどっちかというと人がすごいいっぱいいたのはヴァンパイアセーバーとかね。カプコンのね、2D 格闘ゲーム。いや、八王子だとすごい対戦が盛んで、まあそのセーバーの方を結構やっていて、でまあその
全国大会とかもあって、予選とかも出たんですけど、まあ、なんかそのベスト8ぐらいで、地方予選のベスト8ぐらいで負けちゃって、ああ、そうだったんだ。こんなもんかという感じで、そこで、その、まあ、雷神ということをやられて、監督が、結構その、押し売りをしてくるんですよ。あの押し売り多分今の帝でやってるのも同じなと思うんですよ。ああ、やられつをやるのだ、みたいな。あの、あ面白さの押し売りがすごい上手い。ああ、押し売り、あくまで押し売り。このゲームこうやって遊んだら超楽しいからやろうよみたいな感じで、俺がこんだけ面白いところ見せるからさみたいなのをめっちゃやられて、鉄拳で、このゲームはこんなにコンボがすごい自由で、自分で作ったコンボはこんなにかっこいいんだみたいな話を一生してきて、で結構その器用じゃないとできないこととか多かったんで、自分でもちょっとできるようになってくると楽しくなって、でその 2D じゃなくてどの鉄拳やるようになったんですよね。なるほどね。じゃあそういう意味ではライジン青木がいなければハメコ君は鉄拳やってなかった。可能、まずやってなかったというか、そのこんなに真面目にここまでは、やってなかった可能性かなりありますね。ああ、そういう意味では野外つかめんはすごい、割とすごいね。その頃から、その頃から当時から多分本当に変わってないですね。でその帝でいろいろやり始めてから、まあ、見てはいるんですけど、まだ会ってないんですよ。まだ会ってない、再会してないんですよ。再会してない。やってるのを見てるとこの人本当に変わってないなと。あそれこそ高校生の頃が高校生が一貫してるんですよね。面白さの押し売り。なるほどね。やっぱ友達を増やすイコールこうゲームを進めるみたいな。対戦しようよ、対戦しようよってやつ、ね、そうそう本当に、 本当に、まあ、対戦しようよっていうか、そのなんでしょうね、ゲームの面白さっていうのの可能性を広げるのがうまい、ね、なるほどね。じゃあやばいですかね、今日は褒めてるぞ。いや褒めますよ。あ褒めます。まあね、確かにね、彼がいなかったら帝勢があんなにこう一致団結することもおそらくなかったと思うんで、そういう意味で影響力も強い人なのかなっていう、まあ、上手いし教え方も、自分も上手いし教え方も上手いしっていう意味でね。そうかね、そうか、昔から変わらないしね、今と一緒ですよ、野外とやるのだみたいな感じですよ。鉄拳面白いでしょ、鉄拳処理やろうよって言って、もちろんすごいそのお世話になったというか、まあ、当時まあ中学生だったので、お金がなかったので、で当時ってちょうどその、ね、マクドナルドがダンピングを始めた頃、100円マック的な、60円でハンバーガー、あったよね、120円でチーズバーガーみたいなのが好きで、で俺がもうゲームにしてハチチェリーでやってたら、まあ、近くにマックがあるんで、雷神が袋いっぱいのハンバーガーなんか6個ぐらい持ってきて買ってきたぞとか言って、買ってきたぞ買ってきたぞ似てるで、そう、金悪いやつ出せばいいんだよって言われて、あいつすごいね、高いな、金持ってんの、なんでこれ金持ち、金持ちなんですいや、その話しますその話してきた。いや、いいですよ、どうぞどうぞ。野外つかめの話なんですけど、まあそんな感じですごくそのよくしてもらって、その一緒にその車をその高校ちょうど卒業したぐらいになってもすぐ車に行ったんで、遊びとかも連れてもらったり、その西アチェリーから雷神の実家がすごい近くて、結構遊びに行かせてもらったりとかしたんですよ。で雷神の実家で結構そのお互いにクソゲーって言われてるゲームをちょっとどっちが面白くプレゼンできるか勝負する。なんだそれ、すごいな。雷神がやりだしたんですけど、でそれをこのクソゲーを人に勧めようみたいな、それでなんかそのそういうの楽しいんだみたいな、ゲームの面白いところを引き出そうよみたいな感じで一緒に、そう、斬新だね。なんで今の仕事ついちゃったんだろうねえ、なライターになるのか、あの当時にそんな斬新なこと考えてる、本当にすごいですよ、あの人高校、大学でもそういう感じでした。だってさ、あの頃ってさ、いっぱいゲーム、格闘ゲームなんかさ、毎月のように出ててさ、それをやる理由ってないよね。なんか、なんだみたいな。そうだから、ちょっと先見の目があるというか、いや、変わってる。鉄拳のコミュニティ自体が、多分影響がすごい、多分彼には強い。鉄拳2、鉄拳3の頃って、その店プレイ。が正しい。まあバーチャとかにも、ね、よくあるよね。うん、チキンがダメだってよりも、その店プレイかっこよくいろんなコンボやったりとか。他の違う、その頃の鉄拳ってガチでやると結構すぐ身も蓋もないゲームになる。まあそう、まあ、そういう部分もあったのかもしれないですけど、ただその店プレイがかっこよくて楽しいっていうのを、まあ、やっぱりそのザプレとかも結構特集してやってたので、なるほど。確かに今バーチャファイターマニアックス読み返してみても、
いや、これは確かに理論上できるけど、これはやらない方がいいでしょみたいなこと、攻略本に書いてあるもんね。あれはやっぱちょっと変わった攻略本。変わった攻略本だなってなんて思ったんですけど、ね。攻略本として変わってるっていうよりも、やっぱりそれ当時の世相をそこで表してるから、ね、そういう遊び方をしましょうみたいな。そうね、逃げるのはダメだみたいな、うんうん。っていうところが多分あって、で、鉄拳はその影響はすごい強くて、特にその鉄拳3は、その当時の格闘ゲームの中では多分アクション性がすごい高い、自由に。動けるゲームだったんで、うん、まあその、まあ、幅広いですよね。見せようと思った時に結構やれることが多くて、うん、でそれそういう影響をその俺もライジンももろに受けて、うん、ゲームやってきたので、うん、その普通の人と同じ遊び方してダメだと思って、うん、それはなんかまだまだぬるいよっていうことで、うん、結構その自分ならではの動きだったりコンボだったりとかそういうのをやっぱ探すことにすごい楽しみを見出していて、うん、それが多分影響してるんじゃないかな。なるほどね、その論考でどのゲームもやっちゃう、ね、あでもさ結局さプレイヤーの個性ってさまあ突き詰めてゲームやって一周待ってて自分のスタイルってなんだろうっていうところでなんかそのそうなるんだろうなきっとね。なんかまあまあみんな同じプレイになっちゃうじゃないですか変な話強い行動って、まあ ね、うんまあそうなりがちな、昨今2015年だけどまあでも上手い人っていうのはどっかやっぱそういうのあるんじゃないですか、まあ、提示できる、うん、提示できる部分っていう例えばこのコンボを絶対ミスんないとかまあいろいろそれは人によっていろいろあるとは思うんですけどまあそういうなんか他の人と違うことをやろうとしたら人よりも例えば器用だったりうんまあ最終的にそこに行き着くよね知識とかないとそれでできなかったりうんなるほどねだからそのゲーム、まあ、格闘ゲームの話で言うんだったら格闘ゲームのその基礎体力みたいなのはそういうことやることで普通の人よりはつきますよね、うんうん、自分なりのプレイとかを、うんうんまあ、当時からやってるそうだね、まあ、だからつまりセットプレイプラスアルファの部分が非常に重要になるのかなっていう気がしない、うん、聞いたことじゃなくて自分で考えて実践しているみたいな繰り返してそのトライアンドエラーをやることで上達自体もするのでこれは面白い話だねっていうことが多分彼はすごい当時からやっていて、うん、でそれがそのクソゲーを面白く伝えることにもつながってるんですよね自分なりのこのゲームの遊び方楽しみ方っていうのが、うんを探すそうなんだよね、確かに、まあ、ただそれを彼は押し売りしてくるんですけどエアガイツをやるのだとやってくるでもね、エアガイツ仮面に言われると、まあ、みんなが言うんだけど、はい、エアガイツ面白いんじゃないかなって思い始めるらしいんだよ、やっぱり、うん、なんか面白いぞこれ、うん、つってだからやっぱね、あいつはそういう才能があるのかもしれないねまあそういう多分教え方も磨かれてますよだって俺が中学の時にその被害に遭ってるわけで何十年やってんだって話もねそう言ったよね上手いですよね、実際もう15年間これやってんだっていう、うん、面白さを伝えるのすごくうまくて、うん、なるほどね、まあ、そういう意味でもすごい今の自分の仕事の中でも参考になってる、うん、ああ、うん、まあライターをやるにあたってね、うん、彼のやってることっていうのは多分正しいですよね、うん、なるほどで、結局ハメコ君そのどっからライターになったなんかずいぶん前から俺アルカディアで名前見てたような気がするんだけどあライターになったのはまあそのライジンとの話があったりして、うん、そのまま結構自分プレイして周りの勝てるってことで、うんまあ、名前はその界隈では結構鉄拳では知られていたと、うん、その鉄拳3タッグの頃は知られていて、うん、3TP と、うんうん、でタッグの頃にその知り合いの人が、まあ、やってるって言って、うん、ちょっと手伝ってくれないって言われて、うん、それがね大体18とか17ぐらいの頃なんですよ18、17、うん、はあ、じゃあもう10代からね、そっちの世界に行ったんだね高校卒業した後だから18か18ぐらいかなうん、うん、でそれでちょっとずつ最初はなんかその調べて表だけ作って渡したりとかしてなんか気づいたら結構やる自分で書いていくちなみに攻略記事最初に書いたのは鉄拳タッグ1ですね鉄拳タッグ1、うん、攻略から書いたのそれとも紹介記事いや攻略からですね攻略もいきなり攻略から、うん、まあアルカリアだったのでやっぱりそういうむしろどっちかというとコアな記事まあ今から見ればその本当にやり込んでる人が知りたい情報っていう部分で、うん、ところからですね青山時代いやいや三茶でしたね三茶時代三茶か、うん、ああ三茶時代三上ビル三上ビル、うん、あの時代ああそうそうだったよね頃でしたねおそこから始めてあじゃあまあ結構もう高校は出てるから、うん、もうこれで食ってこうじゃないけどところがなんですよその時高校卒業してなんかやりてることがねえなってよくわかんないけど、うん時代は音楽だっつってあ、そうだったんだ、はい、まあまあまあ、だから基本的にまあゲームもそう得意だし、まあ、音楽も好きだしってまあ通常の男の子の思考だよね、それで通だと思います、ね、通常の若者の思考を当然持ってて自分81年生まれって言った通り、うん、
ちょうどウォッグの時代って、まあ、いわゆる J-POP 全盛期なんですよね。ミスターチルドレンだったり、TK サウンドが席巻したり、VK バンド、ルナシーとか、ルナシーとか、X ジャパンとか、そのちょうどもうドンピシャなんですよ。それは高校時代に来てるんで、それが音楽やんですよ。まあ、ゲームもやるし、音楽もいいものを吸収できてるし、やっていると。なんか、熱いなみたいな。熱気っていうのが、多分当時すごいあった。なるほどなるほど。じゃああれか、じゃあ音楽活動の傍ら、ゲームライターやってたみたいな感じ。活動というかその音楽面白いなっつって、なんかとりあえず音楽の専門学校行くかっつって、ああ専門学校通ったんだ、うん、ああなるほどなるほど。それがですね、高田馬場なんです。ほう、 ESP ESP かなるほど。で、高田馬場行って、当時だから自分高尾、でまあ新宿とか結構そのゲームで行ってましたけど、まあその高田馬場の提供で言えちゃったんですよ。あとはゲーセン。ゲーセン。ESP ならぬゲーセン。でちょうどどこに行くの？その頃のゲーセン。ババだだだ。ババだそうですね。オアシスではなくて、ティルトですね。ティルトなんだ。ああティルトか。で当時、まあ、ちょうどその鉄拳タッグで結構なんか名前が知られるようになって、友達がすごく増えたんですよね。でその中にその早稲田大学生たち の、 その鉄拳やり込んでる人たちがいて、それでネットで知り合って、今ババこれ今年からババに行くんでよろしくお願いしますみたいな感じで、その早稲田の鉄拳のコミュニティと結構仲良くなって、まあ、学校行かなくなりました。学校とは何ぞや。学校、鉄拳だ。まあ、結構専門学校もそう行ってみてちょっといろいろ思うところもあったので、まあね、そうなんだよね。かつその仕事ももう始めてたんで、俺ゲームの方が向いてる。ゲームライターのよくある勘違い。よくある勘違い。これで食っていけるよ。これでいけんじゃない。これ楽しいなと思ったのが多分どっちかっていうと、これでそのままいけるっていうよりも、このゲームの記事作るのすごい楽しい。楽しい。向いてるんじゃないかな。じゃあ毎月毎月、まあ、ある一定のギャランティーはアルカディアからもらってたってことなんですね。初期から結構もらってたんですか？いや、最初はそのことないですね。最初はなんかプチプチその協力ってことでいろいろやらせてもらって、じゃあやった仕事自慢いきますか。自慢アメコク、なんかあれムックとかなんかほらやった仕事なんかないですか？あもうなんか当時いっぱいやりすぎ忘れちゃうよね。代表的なやつでいいよ。代表的、まあ、まず鉄拳シリーズのアルカディアから出たムックは多分全部関わってる。じゃあ阿部さん何に関わってましたっけ？最初はオール、でも最初はベーマガなんで。ベーマガマガジンで普通に当時僕は93年デビューだから、格ゲーブーム攻略本がバンバン出る時代ではまだなかった。あまだちょっと前、ね、だからオールアバウトの一冊目って何のゲームか知ってる？なんだっけ？オールアバウト対戦格闘ゲームだ。チュンリーがそうやってるやつだ。バラッとしたくくりの話。ああはいはい、はい、そのあとぷよぷよとかなんか感じ、ね、そうで2はぷよぷよなんですよ。ぷよぷよ2、ぷよぷよ1か。3でやっとガロスペンになる、はいはいはい、その時僕入ってるんですよ。ああなるほど。練習デビューし始めたらずっともうガロスペンのチェックを最後ずっとやってて、でちょっと的になってみたいな感じでお手伝いをして、へえ、こんなんなんだと思ってたら、じゃあ次、流行2だからっつって、いきなり、まあ、ほとんどね、あの、雑誌の記事は書いたことあるんだけど、攻略本とは何ぞやなんですよ。そもそもゲームはある程度、ね、みんなうまいと思って入ってたから、まあ、その仕事世界に入ってるわけで、攻略本買ったことがほとんどないわけ。ああ、必要ないもんね。で、攻略本とは何ぞやのところから入って、じゃあ、お前やるっつって、対戦攻略を課されるわけですが、対戦もだってそんな理屈でやってるわけじゃなくて手遊びでやってある程度勝ったり負けたりって状態から、まあまあいいからいいからっつって、まあ、僕のお師匠さんがそういう人だったんで、とりあえずやれよっつって、流行2でいうと極限流4人とあと3キャラ7キャラ分一気にやる攻略記事。じゃあ無理なの。オールアバウト流行の件2、それがじゃあベントスタックの阿部さんのデビューの、そうです、格ゲー攻略本デビューはそれです。ああなるほどね。でやるんだけどさ、極限流4人ってさ、なかなか、まあ今でこそね情報あるし、あれだけど、その当時でいうと龍と剣の違いぐらいしかないわけですよ。だからね、龍とロバートどう違うかっていうのが分かんなくて、原稿が同じになっちゃうわけ。ああやり方としてね、
それをなんかもうずっとダメダメダメってダメ出しをされながら、よく見ると違うんですねっていうのに気づいて、だんだんね、そのゲームのコツをつかんでくるというか、でまあ図でなんとか竜骨終わったら今度はもう、でもその頃ってもう格ゲーがバンバン出る時代になってるから、月1本2本余裕で出てたもんね。なので、で当時ベントスタッフさんっていうのは、カプコンの本が作りたい、カプコンの本が作りたい、でもカプコンさん結構相手にしてくれない感じになるんですよ。でそこで SNK さんは結構話聞いてくれるぞってなって、あれですよ、そのビープメガドライブがなぜセガに寄ったかっていう話ね、相手にしてくれない、なるほどね。で SNK の本で実績を作りましょうってことで、まあでも次 ADK なんだけど、ワヒジェットワヒジェットの本になって、でまあそれからもうどん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 、1個終わったら次1個終わったら次みたいな、月間の仕事もやりながらってやる、並行してそうですよね、攻略本作ってる。とはいえ、そんなに収入にならないわけです。3週間ぐらいガチで対戦するんだけど、1キャラやってやっぱ数千円かける何ページみたいなキャラなんで。そんなもんだった？いや、俺もうちょっと高かったっすね。ここで格差が。格差がね、やっぱね、アルカディアは、アルカディアちょっと高いんだな、原稿料がな。アルカディアで、まあ、自分の話をしちゃいますと、その、いろいろやるようになったのは、でもタックの後ですね。タックの頃は単純に協力ってことで、いくつかやらせてもらって、で、4が出てから、まあ、結構、攻略本に関わり始めたり、まあ鉄拳シリーズははめこに任しときゃいいよねみたいな空気感っていうのがもう、4の後ぐらいじゃないですかね。あの時はまあ普通だったんですけど。なるほどね。 2D なんかもやってたの？一応全部やってました。あ、全部やってた。出てるゲームは全部カプエス2とかね、当時だとやってました、ね。まあ、カプエス1とか、まあ、03とかも、02とかもかなりやっていて、そっか、02はかなり儲かるゲームだったんですよ。おぉ、攻略本作ってるやつが儲けちゃダメだろな。その時はまだガキだった。まあまあそうだね、あれなんですけど、儲かるゲーム、チュンリー使ってた。いや、あのチュンリー使ったのは徹夜ってクズやろ。あははは、徹夜ね、このキャラマジ強いって思いながら、俺はゲンっていう当時最弱ゲームを、ゲン使ってたね、相当やり込む、こだわりの男ハメ子だったわけですね。モードチェンジが大変。あれは、その結構自分はその器用なところが他のプレイヤーより優れてるところじゃないかな。ああ、なるほどね。そう、難しいキャラを使いこなすのは結構うまいんじゃないかな。そういうキャラばっかやってましたね。こう性能を引き出す系のテクニカル。でも、わからん殺しになるんだと思うんだよね。あ、まあまあまあ、そうだよね。使ってる人がそもそも少ないから、攻略がわからないっていうところがあったりとか。なんで手出したら蹴られるのかよみたいな。そうなんだよね。だから 2D とかも結構、まあ、アルカディアの話は結構ありますよ。2D の話って面白い。あ、本当。いや、あのさ、格闘ゲームとかって、俺とか阿部さんの世代ってやっぱ、ハメコ君よりまあ上の世代なわけだ、7つから10、上の世代なわけで、で、やっぱ2世代、そうそうそう、上なんだよね。で、次の世代がブンブンの世代とか、あ、そう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 。でね、その、やっぱ僕らってスト2とか最初に対戦面白くてやってるんだけど、やっぱり感覚の世界なんだ。すごく手癖で遊んで、ああ勝てねえ、なんでもう一生同じやつに負け続けるみたいなさ、なんか攻略の糸口はなかなか具体的かつ明確に分からないというか、それを解析するっていう頭もないし、攪拌とか、例えば今の言葉で言うと攪拌とかさ、スカ攪とかさ、そういうこと考えないでゲームやってたの部分っていうのがあって、でハメ子君とかの世代ってさ、まあ、まあ攻略本見れば、まあ、安倍さんがどんどん作り込んできた攻略本も後半すごいフレーム表とかさ、例えば、まあ、それで数値化されて攻撃力とかも全部数値化されて、もう全てが最適化できるような情報が載ってるようになってるじゃない、ね、あの考え方がやっぱ全然違うのよ、ハメ子君とかのさ、もう全然やっぱ違う、ね、さっきのスト2が慣れ初めじゃないけど、もう普通に街のプレイヤーがフレームを意識してゲームやるでしょ。ああ、そうだよね。あれなかったもん。ないよね、まあ、俺らの時ないよね。全然なくて、もう好きなようにゲームやってた時代、僕らからすれば、いやいや、お前の腕じゃそのフレーム落ちつかないでしょって思ってるけどね、と関係ない、なんかそこからやってるから、その、どの技入れればいいかっていうのははっきりしてるんだよね、多分。そうですね、そうだね、それは作り方も多分そういう風に、だから今後も1週間ぐらいで多分新作出て、そうっすね、一瞬ですね、今も時代で。まあそうだよね、当時はね、やっぱそのなんだろう、最大反撃のコンボ作るのにやっぱ2ヶ月とかかかってた。やっぱハメ子君たちの世代はさ、その引き出しがもう全然俺らと、まあ、やること分かってるっていうところで違うんだよな、まあ、多分うちらがその
をやり始めて、ちょっとしてからパソコン通信時代に来るので、それも結構あるのかなっていう、そのあたりで鳴らされたその情報の使い方みたいなところを自分が結構受けてるとか影響を。なんか俺らとかってとりあえず新作の SNK の格闘ゲームでとりあえずコンピューター戦クリアしようみたいなさ、やっぱその面クリなんていうの世代っていうのなんかエンディング見ようみたいなさ、それはなんかあったかもしれない。なんかね、今だって CPU 戦攻略が見ないじゃん全然。ハンターあたりからさ、カプコンの CPU 戦もう適当になっちゃったんだよ。ああ、そう。いや、ハンターぐらいまでは結構面白いと思うんですけど。なんかあの辺95年、6年そうですね、95年は結構その分かれ目だと思います。6年のゲームはやっぱり CPU 戦は結構捨て置かれてるとか、どっちかというとやっぱその対戦に特化したゲームの作られ方だったような気もしますし、ね、ビジネス的にも多分まあまあまあそうなんだろうね。そっちはインカム高くなるわけだね。その裏でね、カイザーナックルとかも出るわけだ。出るけどね、まあ不思議ないろんなゲームが出てきたいい時代ではあったかなっていう気はしないでもないけどね。確かに攻略の面で言えばそのうちらの世代もちょっと特殊かもしれないですね。特殊というか変わり目あたり。じゃああれ、ハメコ君はじゃあずっとアルカディアどんぐらいまで関わってたの？かなり関わっちゃったと思いますかね。もうつこの間亡くなっちゃいましたけど、まあ、亡くなる直前まで。後半は関わってないんですか、ね、まあ、自分がすごいやったなって思うのは、まあ、そのムックは結構いろいろやらせてもらったし、多分ほとんどやってるんじゃないかな。なるほど、まあ、ギルティギア関係もそうだし、よくわかんない、ランブルフィッシュだった北斗の拳、北斗の拳も攻略やってましたし、なんか大体やってたよ、まあ、サムライスピリッツシリーズ、サムスピも俺やってましたね。なるほどね、のほとんどじゃあハメコ君が、まあ、バーチャー以外は、まあ、バーチャー以外はってことね、やってたような気がしますね。なるほどね。でかつ格ゲーだけじゃなくて音ゲーも自分が、あ、音ゲーも得意なんだっけ。ビートマニアとかの攻略始めたのも俺ですね。それもなんかよくわかんない話 でなんかいろいろあったらしくて、アルカイが途中ビートマニアとかコナミ作品扱ってない時期があるんですよ。ああ、なるほど。いろいろあって、いろいろあって、ね、ノートの譜面を載せるな問題みたいなのがあって、譜面を載せるな問題、なんかね、もっとね、ややこしい話があって、うち取り扱わなかったんですけど、うん、それはなるほど、そろそろ解禁できるみたいな話になったらしいですよ。あ、なんかなんだろう、うまくいったんだろうね、交渉がね。あ、なるほどね。そうそう、あれかも、コナミとエンターブレインの揉め事にちょっと巻き込まれちゃった感じ。ワープロ君着ぐるみ問題、着ぐるみ問題いろいろありますね。いろいろありますね。でまあ続きね、うん、あれでしょ、簡単に言うと、古いまたおっさんの話になって申し訳ないけど、ゲームストとアイレム問題に近い感じでしょ。あんまり攻略載せんなよと、インカム下がんじゃないかっていうような、はい、まあ、なんかいろいろあったらしく、まあ、その一時期はなかったんですけど、そのちょうど自分がその格ゲーいろいろやってる時期に、載せられるようになると。なるほどね。ビートマニアの攻略やってみませんか、結構やってたっていうのは伝えてたんで、ビートマニアもやってるんだよ。ああ、なるほどね。それはいくつぐらい、ビーマニアは。いくつなんだろうな、まあもう二十歳過ぎ。あ、あのビーマニアが。ビートマニア、ちょうど攻略始めたのいつかな、5とか6とか。5とか、初代の5とか。え、2デラックスですね。2デラの5。はい、2デラの多分。5とか6ぐらいだからだったような気がしますね。ちょっと話前後しちゃって申し訳ないけど、メストは関わってない。全く分かんないです。メストはもう完全にそのコンビニ立ち読み世代です。あ世代です。そういう世代。世代まあ、お前がまた違うんだよな。もう小学生なんで。コンビニ立ち読み世代。買わねえだろっつって。買わなくてもゲームするよって。あ、だって360円ぐらいでしたよね。もうちょっとしたかな。400円だったら、ゲームだよ。1週間するわ。それはプロゲーマー養成学校に言ってやってくれ。嘘です、嘘です。50円で。もう、3カメラするんで。分かった。で、飯は野外スカメ買ってくれます。コンビニ立ち読みしたい。いい人すぎる。面白い。八王子が養成学校だ。八王子が養成学校だよ、もう。そういう、まあ、そこはでも本当にお世話になる。その記憶は失いたくないなって感じ。まあ、だから、ハメコ君って、まあ、今はもう、当然フリーのライターして、はい、いろんなところで活躍しているとは思うんだけど、うん、まあどっかやっぱこう業務用寄りでありたいというか、うん、アーケードはやっぱ俺の心のふるさとさじゃないけど、うん、やっぱアーケード系のライターだよね、やっぱりね。まあ、そう言われたらそうかもしれないですね。
なんかもうなんか毛とかそういうのってあんまり自分の中では気にしない。気にしないけど、うん、もう、うん、ただ、まあ、その自分の今ライティングっていうか仕事の根っこにあるのって、うん、すごい、まあ、こんなこと言うと角が立つ気がするんですけど、うん、なんかまあ言える言葉で言ってくれればいい。結局言っちゃうんですけど、なんか発売初週の売り上げとかでゲームの価値が決まるのってクソだなって思います。ああ、いいこと言う。まあでも実際まあそういう部分って結構あって、うん、まあ、今週も話ですけど、まあ商売だからね。でそこに対して対抗できるのはやっぱりアーケードで触った対戦ゲームなんですよ、うん、遊び続けることでそのゲームの価値っていうのが変わっちゃう、評価変わる、そうそうそう、変わってくる。それがすごく自分にとってはなんか、まあ、正しいこと、でそれをやっぱり表現するのにアーケードとか対戦格闘ゲームって、まあ、便利って言ったらですけどすごく恵まれてるんですよ。うん、そこを取り扱えることが、あ、取り扱うだけで、あの発売初週の売り上げとか関係ないし、こんなに熱量のあるコミュニティが世界中育ってるっていう話ができる。なるほどね。今はあれ、例えばエボとかああいった現地取材とかそういうので忙しい毎日、他にもいろいろちょっと攻略とかもやってたり、まあ、あとはいろんなインタビュー記事とか、あ、なんかそういえばエグいインタビューやったもんね。いろいろやってまあ、あんまりあ、もちろんミスだ、まあ、あれだ、ね、あれのことかなエグいインタビューやったもんね。うん、そうですね、結構インタビューとか今は方言も多いですね。そうですね、まあ、方言マーをメインにやってる、うん、結構いろいろ好きにやらせてもらえる、うん、オーゲーマーの、まあ、いわゆるそのネットであるゲーム情報サイト、はい、それで、まあ、ハメコ君の記事がいくつか読めるものがあると思うんで、はい、まあ、よかったらね、あの配信見た方でどんな記事書いてんだろうってチェックしてもらったら面白いんじゃないかななんて思う。一応自分の中ではいつ読んでも面白い記事を作ってるっていうか、その時代性っていうのがあんまりない。読み返してもなんか面白いと思ってもらえるように作るっていうのが結構ネックになる。なるほどね。だからそのやっぱりさ、ゲームセンターでナウテの人間が、まあ、ゲームエストを作ったとかさ、なんかまあちょっとゲームうまいやつがゲーセンからライター始めましたっていう、なんか僕らの世代にもある歴史じゃない。今お話聞いてて思ったのは、うん、ライターって何種類か種類あるじゃない。例えば雑誌が好きすぎる子ってのがいるんですよ、はい、それは僕なんですよ。ああ、なるほど。ゲーム雑誌が好きすぎて、うん、アホみたいに子供の時読んでて、まあ、ゲーセンにも毎日行くけど、まあ、雑誌が好き、雑誌で育ってでライターになってみたらそれでもうインストールされてたから割とスッといけるってタイプ。あ、それからゲームが好き、うん、まあ、ただゲームが好きって言ってるだけの子ってのもいるんだけど、うん、あとそのゲームがうまいって入ってきた子っていうのもあって、うん、どっちかなんですよね、うん、その長く続けられる人。そうだね、まあ、ゲームなんかまあまあ好きですみたいな人ってやっぱ続けられないんですよ。そんなに儲かる仕事ではないので。まあそうだよね、バカみたいに儲かる、儲かることもないし、やったもんしか基本的に入らない世界なので、まあ、そうするとやっぱいつか心が折れちゃうし、ゲームについていけなくなっちゃう。そうだよね、まあ、それはあるかもしれないね。まあ、そういう意味ではさ、安倍さんもハメコ君もさ、まあ、ずっとライターフリーでこう続けて、会社で続けている中でやっぱこう、選ばれし、あれかな残っちゃった。自分は結構その、タイトルに関わらずできるから、それが強みなのかな。なるほど。俺しかできませんだと、ね、ジャンルって流行りがあるから、まあそうだよね。例えば今ってファイナルファイトタイプのベルトアクションって出ないわけですよ。そりゃそうだね。あれの攻略がいくら得意だ。意味がないわけだよね。レースゲームの攻略も今求められてないわけ。まあそうだよね。なぜならもうあのゲーセンで対戦した結果が全てになっちゃった。まあ若干の攻略情報は欲しがる人はいるけど、まあね、前みたいにこのコースはこれで、ここをショートカットしてみたいな攻略記事って見たとんと見ないわけです。まあそうなんだよね。まあだ結局さ、なんか俺なんか例えばもう その好き嫌いの話しちゃうとアーケードのことしか語りたくもないし、まあどうでもいいんですよ、イエピコは基本的に。でもみんな仕事でやってる以上そういうわけにもいかないじゃん。やっぱスマホのゲームとかだって同等に扱わなければいけないっていう部分で、やっぱ本当天職だよね。そういう意味ではすごいな。でもその根っこがさ、あのハメコ君も安倍さんもさ、ゲームセンターからスタートなわけじゃない、年代的にも。それがなんかこう今後に将来若手を育てるときになんかそこを大事にしたいなみたいな。でもね、若手はね、逆に言うとそのゲームセンターを経験してない。まあそうなんだよね、どうしてもしょうがないよね、それはね。そこは共通言語にはならないんですよね。
まあそういう意味では。そうですね。それはあるかもしれないですね。でもさっきさ、例えばハメ子くんが33歳、若いって俺たちは感動しましたけど、でもハメ子くんたちの世代が、だから最後かもね。そう、そういう意味ではね。今ね、僕はその本業の方で、スマホの、紹介サイトをやってるんですが、若いライターがいない。いないもんね、おっさんばっかりじゃん。僕とかハメ子くんが入った時、18区で業界に入ったような子がいない。ああ、そうだよね。若くて25とか6とか、なんか一回チャレンジして、なんかあんまりうまくいかなかったから、ゲーム好きなんでやってみますみたいな子はいっぱいいる。まあね。けど、まあそういう子ってやっぱちょっと本気度がもうちょっと本気できるでしょうみたいな。まあ俺たちもさ、結局今ここでしてる話とかもすごくディープだと思うのね。コアのコアどこはだと思うんですよでもコアって思わってないでアウトプットしてるんじゃない、セリフとかも全て。そうです ね会話もね。だからその辺でまあ怖がらず、あの若い子興味は、若い人が見てればねちょっとこうね、本当にお前どんだけゲーム好きなの、好きなのかぶつけてこいよみたいなね。俺ね、負け認めるし、まあ、自分もやっぱ若手の新しいその人が入ってきてくれた方が、俺たちやばいぞ、ね、俺やばいな、動かされる、やばい、仕事取られちゃうって思うようなそこには合ってないから。そうですね、まあ、あったらあったらうっとうしいんだけどさ、でも、でもね、いないことにはね、続かないわけでさ、しょうがねえよな。長く続けてる人で若い人はいないかもしれないですね。まあそうだよね。で、多分そのベースになってるとこってのは、そのアーケードがどうこうってのもあるけど、ゲーム業界をもっと良くできるでしょって思ってる、まあロックな精神だよね、やっぱさ、反骨心ですよ、僕はこれは大事だなと思ってて、ミノロックもそうだと思うし、あの子もそうだと思うし、もっとなんとかできるよくできるでしょう、常に思ってるの、自分なりの表現手法でアウトプットしてるんじゃないかな。まあそうだね、まあ俺らの世代、まあ、安倍さんも俺も、あ、まあ、ハメ子君もそうですけど、基本的に景気悪いくなってから社会に出てるからね、うん、そうっすね、ね、景気いい時代知らないからさ。だからガキの頃テレビでツナイトとか見て、壁パンしてるの見て、ゲームってこんなに真剣にやってんだ、すげえなってなって、それで入ってきてるところなので、だからそういう時代、バブルの時代じゃないですよね。ね、そうなんだよねまあだからバブルよもう一度じゃないんだけれども、もうちょっとこうよくできるのかなっていうのは常々ね、やっぱ考えていけないかな。何かやるんだったらやっぱビジョンがないやつはバレますよ。そう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 、そうだよね、適当だなって適当だなって、そうそう、分かる分かる、これ結構分かっちゃうんですよね。うん、俺もそれ分かるんですよ、見てて、あ、これ適当だなっつって。まあ、結構自分の場合は周りのその一緒にゲームやってたりとか、友達の人がまあプロゲーマーとかになって、こういう世界で活躍してる人とか、いろいろいる人とか、まあ業界に入って、例えばギルティを今作ってますとか、そういう人たちが周りにいっぱいいるので、まあそういう人たちの頑張りを見てると、まあ適当にできねえだろうっていうのはかなり自分のモチベーションです。なるほどね。同じ世代で一緒にその仕事をしたりとか、その大時代に一緒に仕事したりとか、まあその遊んだりした人たちがいろいろ頑張ってる。その人たちがやってくれてるんだったら安心して頑張れるし、まあ、そいつらにこいつ適当やってるなって思われたくないっていうのはかなり強い。そうだね、分かった分かった、まあ、そんな感じで活躍中のハメ子くんの文章よかったら4ゲーマーとチェックしていただければ、はい、じゃああとバンドの話に行こうかな。あ、ね、まあ実はあのハメ子くんはゲームライターの傍ら、まあ、イベントの司会なんかもやってるんですけど、はい、まあ、その傍ら、最速風神拳という、はい、ロックバンドを組んでおります。今日宮くんと佐藤くん来てますけど、はい、佐藤なんかは味方常連として、まあ、そうですね、お世話になってます。ギルティーゼで、イグザードが出てから、うん、まあ、前からずっとやってたんですけど、イグザードが出て、あ、新作出るじゃんってことで、うん、相当多分味方に金すくんだ、ありがとうございます。ちょっと、すいません、ありがとうございます。僕あんまり儲かってないですけど、いつもお世話になってます。ということで、あの、まあ、宮くんもゲーマーでしょ。そうですね、鉄拳プレイヤー、鉄拳プレイヤーですもんね。一緒に投撃出たりとか、投撃、男女プレイヤーだから、最速風神拳のポイントは、みんなゲームが上手い。そうです。まあ、ゲームはかなり真剣にやってる時期は全員やってます、ね。まあ、みんなゲーマーが集まって。ゲーマーが集まり。というか、まあ、多分ゲーム、まあ、俺ら鉄拳やってなかったら、多分このバンドをすごい、俺を連れて行きそうな気分です。まあ、そのゲームやってなかったら、多分このバンドないし、ね。じゃあ、ゲーマーが集ったロックバンド。うん、じゃあ、もうみんな基本的にゲーセンで出会い、俺音楽やってんだよねみたいな感じでメンバーが集まった感じ。そうなんですよ、これがね、先にゲームでしたもんね。不思議っすね。あ、だからゲームで、あ、こいつ結構強いな、うぜえなみたいな、うぜえな、おかげみたいな、
儲かんねえな。儲かんない。儲かんない。こいつ儲かんない。儲かんない。こっちのセリフだ。でもさ、衛星いると音楽やってるのって分かんなくない？そもそもその人が何やってるかも基本的に分かんないじゃないですか。そうなんですよ。だから出会ってから相当後ですよ。ね。うん、そのミヤとな、まあ、先にだミヤと会って、うん、仲良くなってかなり経ってる、うん。実は楽器やってたんだよねみたいな。なんか飲みながら曲作りてえな。バンドやりてえみたいな話。やりますか？つって。僕いるよ。だから話の合間に。その音楽やってたんですよみたいな、ギターやってるんですよみたいなこと言われて、あ、本当に俺も昔あの専門学校行ってたよ。どこっすか？半年でやめたけど。行って、もうどこっすかって言われて ESP 行く。え？一緒じゃん。一緒じゃん。俺もだよ。同じ学校。年は近い。そしたら俺で一個したんです。あ、じゃあ、はい、あ、ニアミスしてるってこと。俺半年でやめてるんで。と合わない。そこではあったの。でもその1年後もゲーセンにいたんで。だってババで会ったの初めて。そうっすね。ティルトで会った。ティルトで会った。じゃあ高田のババ八王子が今ここでクロスした瞬間が。すごいわけですよ。だからその音楽に出したのが結構相当あったんだよね。かなりあった、うん、え、で、最速人権結成なんだよ。最初のね、母体となる最速人権はいつだっけ、あれ何年前、6年ぐらい前。相当前ですね、6、7年前ぐらい。7年前、2007年ぐらいか。なるほどね。じゃあなんとなくやろうぜみたいな感じで、なんかまあその鉄拳プレイヤーで音楽やってる人が結構多かったんですよね、うん、で鉄拳って結構特殊なゲームで、うん、そのまあいろんな層がいるというか、まあ、ヤンキーが多いとか、うん、ヤンキーも含めてっていう話結構なると思うんですけど、うん、まあ、ヤンキーがいるぐらいいろんな人がやってるゲームだったんですよ、うん、他の格闘ゲーム比べても多分そのプレイヤー層が幅広い、うん、パチンコ帰りのなんかその辺のそのバンドも結構やってたりとか、まあその中でその音楽やってる人っていうのは結構いたんで、なんか面白そうだからちょっとバンドやろうぜとか言ってよくわかんないんですけど、話の流れで音楽やろうって話になって、でまあそれやってたんですけど、第1期財布、うん、まあちょっといろいろ音楽性の違いがかっこいい、ね、音楽性の違い。俺その時まで、まあ、バンドブーム直撃世代なんで、うん、よく音楽性の違いで改善しましたとかあったじゃないですか、うん、あるある、ギャグだろと思ってたんですよ。ギャグだろ、自分で言うことになると思う。あるんだ本当に。そう、あ、これが音楽性の あるんだよ、トーコって。 あるんですよ。あるんだ。あるあるんだよ、音楽性の違い。なるほどね。まあそんなこともありまして、うん、でその一回やめたんですけど、そのちょっと後かちょっと経ってから、なんかでもまたやりたいねって話になって、うん、で再結成しようということで、再結成、うん、でまたやりだしたんですよね。はいはいはい。その時にドラムでいい子いないかなっていう話でなんか誘ったんだよね。いいの知ってますよ、知ってるよ。素晴らしいのが、でもその時ドラム聞いたことなかったんです。たまたま地元が同じで、まあ鉄拳もやってたけど、でその時にちょっと知り合って、まあ、少し話して、あ、僕音楽やってます、ドラムやってますみたいなことをちょろっと話したんですよ。なるほどね。で本当でもその後別に何も関わりなくて、その再結成の話が出るのも俺全然知らないから、まあ、普通にいろいろやってたんですけど、そのある時宮さんから急にクソってドラムやってくんねって言われて、うん、あ、いいですいいですやりましょうよってあなったのがこれなんです。なるほどね。じゃあ、あの、もともと佐藤くんがずっと個人的には続けてた。そうですね。あ、個人的にはドラマずっとやってて、やってて、あの打楽器エリート、打楽器エリートの家ですよ。こんな上手いと思ってなかった、ま、こんな上手いと思ってえっマジかみたいな。でも多分その世界的に見ても打楽器エリート、うん、確かに確かに世界的に見て、でもさ、対抗が上手いとさ、バンドって締まるじゃん。だそういう意味では良かったよね、そのいい人がいて。ありがとう、ありがとうございます。え、だってお父さんやばいよね。お父さん何やってる？プロドラマです。あ、プロなんだ。お父さんの経歴聞いてください。もうプロドラマ、ね、お父さんどんな仕事してるんですか、ドラムで。仕事というか仕事、学校の話聞きたいね。ああまあ、大阪教育大学、あ、出身が両親とも関西なんで、その大阪教育大の、まあ、音楽科に、打楽器科に親父はいて、でそこを卒業した後、まあ、宝塚で音楽の仕事をしばらくやってたらしいんですけど、でその時習ってたお師匠さんに推薦されて、バクリーに。おお、バクリーに。親父が、親父が、親父じゃなくて親父が。バクリー音楽専門学校。
ですよ。専門学校、音楽学校、音楽学校、海外の、ね、超名門、名門でございます。超名門。まあ、俺は全然知らないですけど、打楽器科を首席卒業してるらしいです。あのね、20年前のバークレーの打楽器科って多分相当ですよ。うん、世界的に見てもでもまあトップレベル、目があることは間違いない。で、お兄さんも、兄貴もそうですね、ドラムは今やってないみたいですけどね。あ、まあ一応短大は行って勉強してた、まあ、かなりその打楽器エリートの家なんですよ、うん、すごい。まあ、であんまり関係ないって言ってましたけど教えてもらったりとかしてないけど。そうです。実は家に環境はある。家にはないです。ないんだ。ただ、まあ、親父はそのミュージックスクール開いてて、うん、そこには、ああ練習する環境がある。その高校生ぐらいで、まあ、なんとなくやろうかなってなった時に、うんうん、高校生までやってなかった。やってなかったです。全然高校生も中3、高1ぐらいですかね、うん、やろうって思った時に、やっぱりその当時の心境としては親父には習いづらいわけですよ。ああ、まあそうだよね、若いしね。だからその親父のお弟子さんが そのミュージックスルーにいらっしゃったんで、その人には少し教わってました。なるほどね。やっぱりそういう意味では財布のドラムにもぜひ注目してほしい。このバンドドラムがうまいすごいハードルちょっとめちゃめちゃ上がってるし、ドラムがうまい、バリ上がってるんですけど。でちなみにどんな感じの音楽性、まあ、簡単に、まあ、いろいろ音楽性って言われてもいろいろあると思うんですけど、何なんですかね、変にこうや、まあ、表現したいものという我々も活動してそんなに、長くはあるんですけど、やっぱりその元々は趣味バンドというか、社会人たちが空いた時間で、まあ、ちょっと楽しいからやろうってところからスタートしてるんで、最初組み始めた頃はなんかそんなになかったんだよね。ただその、まあ、こう去年の冬だっけ、今年の初めぐらいに、うん、まあ、新たなボーカルというか、うん、まあ、スーパーボーカリストが、スーパーボーカリストですね、入りましたね。プロゲーマー、プロゲーマー、チョコブランカという、チョコブランカちゃん、女の子、日本で初めてのかつ唯一のプロゲーマー、うん、女性プロゲーマー、有名なあの女性プロゲーマーの方ですよね、チョコさん。それもなんかよく分かんなくて、まあ、チョコブランカが名古屋なんですよ、もともと。で、なんかそのいろいろあって、こっちに東京に越してくれってことで、もともと面識あったんで、うん、カラオケ行こうみたいな話があって、うん、一緒に行ったんですよね、うん、そしたらその後に向こうからなんかその一個曲これカバーしたいんで やりたいんですけど、手伝ってくださいみたいな感じで来て、で最初はなんかカラオケでそれをなんか撮って、チョコブランカその活動としてなんかその YouTube とか動画を上げたりいろいろやってるので、その一環としてやってみたいんですって言って、そのカラオケ音源があるからその歌を一緒にやってくださいって言われたんで、でもつまんねえなってなって、そのオタクなんでなんか作りたかったんですよね。じゃあ分かった、その 曲はそのカバーじゃない、あのカラオケじゃなくてうちのバンドで作る、レコーディングするよって待ってくれって言って、でそれでいろいろあって、そしたらよく分かんないですけど、なんかそのバンドでライブをやってくれっていうお話が来て、なるほどね。そこからその、まあ、バンド、まあ、今はチョコと財布ってことで、チョコと財布、まあ、からチョコが加わり、チョコと財布ってことで、まあ、今ちょっといろいろやらせてもらって。なるほどね。でまあそのチョコと財布になってから結構その自分らでその、まあ、打ち合わせたりとか練習とかをしてるときに、やっぱりそのゲームやってなかったらこのバンド絶対組めねえだろうみたいな話になって、ゲームと音楽やっててよかったよね、その話に毎回なって。なるほどね。飲むたびに飲むたびにゲームが俺たちをつなぎ合わせた。ゲームやってたらゲームだけやってもダメだし、音楽だけやっててもダメだし、多分こういうバンドにはならなかった。なるほど、なるほど。ってことは俺らは多分音楽をやるんだったらそのゲームのなんだろう、その曲っていうか、ゲームで経験したことを表現すべきだよねっていう話に今なって、なるほどね。だ僕これ財布のあの音楽の話をこう耳に入れた時に、はい、新しいゲームミュージックバンドだなと思ったんですよ。ー、まあ、ゲームミュージックバンドって、まあ、いわゆるそのゲームの音楽を、まあ、インストとか、まあ、歌物があるんだったらこう、バンドで再現するって、まあ、よくありがちな、まあ、僕の中でゲームミュージックのバンドっていうのはそういうカバーバンドってそういうもんだと思ってたんだけど、ゲームだけどちょっと違うみたいな、なんかすごく新しさを感じたんですよ。だって僕らみたいな例えば HMR みたいなバンドはもう腐るほど過去にいるわけで、憧れて始めたみたいなところは僕にはあったんだけど、でもやっぱりハメコ君たちの発想っていうのはちょっと一段階僕からすると上なんですよ。いやちょっと知らないことをやってるなと思って、そうかっこいい
なと思ったんです普通に。 ありがとうございます。だからもうこれはぜひなんかね機会があったら台湾とか、まあ、一緒にこうイベントねなんか出てくれたりとか、なんかこう、うん、まあ、僕らも結構安倍さんが主催してくれた例えば音劇とか大きい会場でやらせていただいた経験があったんで、まあぜひね財布チョコと財布、まあ、財布即時人権こうそっちにこう引っ張り上げたいななんていうのが個人的に嬉しいですね。完全に我々趣味バンドっていうか元々は、うん、ただなんかそのチョコと財布になってから結構そういう風に話をしてきてくれる人がいて、うんうんうん、もうすごい嬉しいなと思って、うんうん、ってことはちゃんとやらなきゃいけないちゃんとやったらいや、なんかそのこれもちょっと個人的な話なんですけど、自分ゲームを今仕事でやってるんじゃないですか、うんうんうん、まあそうだよね、ある種プロだよね。そのずっと仕事でゲームやってきて、でその何か一つでちゃんとやるのって本当に大変だなと思うことが、まあ、毎日あるんですよね、うん、その中でその音楽をちゃんとやんなきゃいけない、うん、ちゃんと まあ、やりたいですよね、言ったら、うんうん、それってあゲームぐらいちゃんとやんなきゃいけないのか、うん、これは大変だぞ。あまあゲームそこまでね儲けてきてた人間としてはそうだよな、きついよな。そういう風になしてくれな、それ言ってくれる皆さんいるっていうのはすごくありがたくて、うん、いやだからやっぱね、財布はちょっと新しい風をゲームミュージック界に。そうだからゲームミュージックって表現されることが僕は不思議でな、そういうふうに言われるんだと思って。僕らは別にそのゲームに使われてるわけでもないですし。そうだよね、あのゲーム曲みたいなのもやってはいるけど、まあ全たるカバーではないわけで、それは主というわけではなくて、まあ、もちろんそのゲームをいっぱいやってきたやつらでやってるので、その影響っていうのは絶対あるとは思うんですけど、その、まあ、ゲームミュージックって言われるとゲームミュージックなのかっていう、からもう自分ら的にはゲーマーミュージックだと、ゲーマーミュージック、ああ新しい言葉がジャンルがですね、ゲーマーなんですね。そうだね、だからやっぱり、まあ、僕らみたいなそういうゲームの音楽を楽器で再現するっていうジャンルとはまた別のゲーマーミュージック、こういったものが今後、財布が今、ね、独走してる状況なんで、そうなんです。これちょっとあの新しいジャンルとして確立してほしいななんてちょっと思ってたり。そうなんですか、ね、で僕らとあの交わることで、まあ、なんか僕らが持ってた旧的価値観とこう行ったり来たり、僕らも逆に成長できるようななんかクロスオーバーがあったらいいななんて思って、まあ、今回4月の24日金曜日、はい、金曜日でごめんなさいね、平日なんですけどね池袋のレッドゾーンというライブハウスで、なんとヘビーメタルライデン、僕がギターで在籍するヘビーメタルライデンと、チョコと財布がついに対バン、はい、ついに対バン、ありがとうございます。ありがとうございます。話にもらった時え大丈夫なのって正直やってます。いやいやいや、こちらこそよろしくお願いします。大丈夫なのかな。でまあその他にもね、上村さんがいる U ブランドさんと、はい、あとマウントポジション、マウントポジション、神ちゃんのバンドですね。神ちゃんの神ゾーンの、まあ、グッズガーデン、顔 TV とかで、はい、有名な。どっちかというとマウントポジションの方がゲームミュージックバンドです。あ、なぜならば、ヤタガラスに彼らの曲が使われている。そうなんですね。なるほどね。そうだから俺らよりゲームミュージックバンドだなって思ってるんですけど。そうそう。そしてあとは、まあ、ストリートファイターのど自慢っていうイベントがね、はい、帝の方で行われてるんです、はい、そこで最優秀選手だった連中が、まあオープニングアクトでね、歌ってくれるということで、うん、まあおっさん VS 若者みたいな感じでゲームミュージックバンド VS ゲーマーバンドみたいな面白いイベントにしたいと思うん で、ね、4月の24日金曜日、はい、6時半会場だったかな、結構早いです、はい、あの仕事サボってくださいすいません、早退して、早退して、でチケットの方はですね、3000円プラスドリンク、ワンドリンク500円、3500円を持って帝の方と、あとこちら16ショッツの方で、チケットは前売りチケット販売しております、はい、なのでですね、まず非常に箱が狭いので、早め早めにチケットを買っていただければなと思います、はい、帝か、16ショッツで前売りチケット売ってます。で当日券の対応もおそらくできると思うんで、もしよかったらね、ハメコ君たち、はい、チョコと財布、そして HMR をどうかよろしくお願いします。お願いします。はい、
まあ、あのどんどんあのネットツイッターで明日からあの告知の方をね、はい、バン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 俺もやっていきたいと思いますんでね、興味ある方はぜひあのロックで盛り上がろうぜみたいなね、酒飲んじゃえばね、なんだろうね。いやでもこんな風になると思わなかったですね、あの自分らとしては、うん、ちゃんと音楽やってる人たち、うん、声をかけて言いただけるびっくりしましたね、騒ぎになりましたからね。え、大丈夫なの？ええ本当に？ありがとうございます。というわけで、さあ、じゃあ、まあ、そろそろ尺も、縁竹屋縄ということで、竹縄ですね。じゃあ、ライブの告知をね、っていう感じで、あの、1曲ずつ、HMR 代表の僕と、チョコと財布の皆さんの曲を1曲ずつお送りして、はい、じゃあ、エンディングにしていきたいなと思うんですけど、はい、1回休む？ 1 回切る？ 1回ちょっと。1回じゃあ、ちょっと、1回、あの、一旦ここで締めます。で、また、何分後？5分10分後またつなぎで、はい、始めたいと思います。チャンネルはそのままで。チャンネルはそのままで。若干準備時間ください。若干準備時間ください。というわけで、もう少ししたら HMR の僕の演奏と、財布の皆さんの演奏があるんで、チャンネルはそのままで。今しばらくお待ちください。